この4月にですね、スポーツ健康医科学推進機構が新しくですね、設立されました。もともと順天堂大学はですね、1838年に医学塾ができたということで、ずっとこの病気の治療等を、やってこられたわけですけれども、その中で、病気になってから治す、これだけではダメだと、病気にさせない体を作らなきゃいけないということで、1951年にですね、体育学部が創設されたわけですね。で、時代がずっとこう、来ましてですね、今医学だけでは解決できない問題、フレイルとかロコモとか、そういうものが出てきた、あるいはそのスポーツだけでも解決できない問題っていうのもやっぱ出てきたんですね。ですからこの医学とそれからスポーツの両輪がですね、しっかりこう機能していくことで課題を解決できる、そういうことがですね、時代のニーズといいますか必要になってきたんですね。ということで、本年このスポーツ健康医学推進機構ができたということになりまして、これは我々健康総合大学というふうに我々自分たちを呼んでますけれども、これの象徴となるようなそういう組織がこの機構であると言っていいかと思います。で、子どもの時代はものすごいこの体を動かすっていうことが非常に重要なんですが、なかなかそこまで行き着かない子どもさんもおられるということですとか、あるいはその中高年に関して言うとですね、この健康寿命と平均寿命のこの乖離というのがあって、男子で7年女子で12年健康、で亡くなってから亡くなるまでその時間がかかっている、この医学とスポーツが連携して動くことで、この社会課題がですね、解決できるんではないかと、このように考えています。大きく分けて4つあります。1つ目は健康、それから2つ目は子どもたち、3つ目は地域ですね、それから最後になりますけど4つ目はハイパフォーマンスということになります。この4つのテーマをですね、しっかりスポーツ医科学というバックボーンの中で連携を図って、学内でですね、横断的プロジェクト、こういったものをですね、どんどん立ち上げてしっかり取り組めるようにしていきます。この健康とスポーツというのは、切っても切れないものだというふうに思います。心と体、健康が非常に重要です。その中でですね、現在はその生活習慣病をお持ちの方とか、こういった方へ この運動処方とかスポーツのプログラムを提供するというのは非常に重要です。子どもたちにとっては今塾だとかそのゲームだとか大変そのスポーツや運動する機会が減っていますよね。ということで、若い人たちに関して言うと、スポーツをする人たちと全くしない人たち、この両極端にこう分かれてしまっている。で、これがもう大人になってから、あるいはその中高年になってからどんな影響が及ぼすのか、大きなものがあると思いますので、今のうちからこのスポーツの重要性をですね、各世代の皆さんにですね、お伝えできるような、そういった知見がたまるようにプロジェクトを組んでいきたいと考えています。で、大学を周辺のですね、地域の皆さんとしっかりこの、協力体制を取りながら、大学としても地域の皆さんにこう貢献できるような、そういうことをこう活動としてしていくべきだろうと考えております。この大学の隣、元町公園というのがございますが、今後ですね、この元町をウェルネスパーク化しまして、地域の住民の皆さんにですね、健康プログラムを提供できたりする、あるいは子どもたちがですね、スポーツをする場になる、こういったことをこう考えながら、地域の皆さんに喜んでいただけるような、そういったこともですね、取り組んでまいりたいと考えております。各世代でどんなレベルの選手にとっても、この競技力向上というのはこの関心事だと思います。そういったその競技力向上をですね、診療横断的といいますか、診療科をですね、横串を刺してしっかりサポートしていくと、こういう体制をですね、この機構も中心となって進めてまいりたいと思っています。ハイパフォーマンス
に関わりながらですね、このしっかりとしたアスリートのセカンドキャリアとかキャリアのところにもですね、焦点を当てて、しっかりこう後押しできるような力を入れていきたいと思っています。スポーツ庁の5年の間にですね、さまざまなことをしてまいりました。教育もその競技力向上はもちろんなんですけれども、ビジネスですとか、それからスポーツ外交、それから健康増進、それ部活動とか大学スポーツ、こういったことにも取り組んでまいりました。実にスポーツというのは幅の広い、いろんなものとですね関わり合っているということを実感しました。本当にその省庁でいうと、スポーツ庁だけでなく、文科省もちろんなんですけれど、厚労省さんとか経産省とか国交省とか、もちろん外務省もそうなんですけども、本当にそのいろんな方々とのコラボを経験をさせていただきました。そして今こうしたスポーツと医学が連携をして、この組織が立ち上がって社会課題を解決していく、これも時代の要請だろうとこのように考えておりまして、医学界、スポーツ界、そして社会にですね、しっかりその成果が発信できるようにしてまいりたいと考えております。心身の健康維持、あるいはこの国民医療費の増加とか社会課題がですね、山積しております。日本そして世界が抱えるこうした社会課題の解決に対してですね、スポーツ医科学の果たす役割というのは大変大きなものになってきております。このスポーツを通じてですね、アスリートだけではなく子どもたち、あるいは中高年の方々、こういったすべての世代の方々にスポーツの効能や効果を体感していただけるように、我々も精進してまいりたいと思います。本学の強みであります医学とスポーツ、これをこう連携をさせてですね、シナジーを出していくということ、それからその課題の解決のために皆さんのですね、力が必要です。スポーツと医学が連携をしながらですね、社会課題を解決していくためには多くの方々の参画が必要ですので、ぜひご協力ご支援賜りたくよろしくお願い申し上げます。